どうもお疲れ様でーす。パンクロック TV です。はい、最近ね、まあ仕事もねまあだいぶ落ち着いてきて、まあお休みもね少しずつね、取れてる状況ではあるんですけど、まあ、さぞかしね世の中がねちょっと厳しい状況ですよね。まあちょっと選挙も近くなりつつ、これからどうなってくるのかっていうのが今ね僕が注目してるところではありますね。まあね、与党もどうなんだろうね、今ねいろいろ問題があるしね。まあ高市さん好きだけどさ、自民党の、支持はしてるけど、まあ、ちょっとね今のね物価上昇とかさ、どうにかなんないのかねって思うところではありますわね。でも最近あれだね、乱交パーティー、なんか自衛隊員と看護師がなんか、企画してた乱交サークルみたいなね、ジジイババアたちの集まり、まあ若い人たちもいたのかもしれないけど、120人ってすごいですよね。まあ、楽しいでしょうね、120人もいるとね。まあいろいろできると思いますよ。でもちょっと気になったのが、まあその男の主催者が自衛隊員、で女が看護師みたいなねらしいんですけど、ちょっとまあそこまで詳しく調べてないんですけど、男と女の割合調べて、まあ、情報的に入ってきたものがあって、男が117人で女が3人っていうね、どうしたみたいなどういう感じでやってんのかなって想像したらもう地獄っすよね。いやいや合わないでしょ、人数的にいくらなんでも女の人が死んじゃうよね。相当回転率が速くないと、男のね男が相当速くないとっていう感じではあると思うんですけど、まあ、そんなとこっすね最近のニュース的には。びっくりしたニュース的にはね。まあそうだね。あと今日知ったのが、あの公明党の議員のね、まあ裏垢にツイッターの裏垢ね、にゃんくりね、びっくりしたね、にゃんくりね。なんか無修正アナルセックス動画を出しまくってたっていう、まあ結構人気っつうか、まあ結構フォロワーがいたみたい。何ですかにゃんちゃんね、その無修正アナルセックス動画を裏垢で公開しちゃってたっていう、まあ、ちょっとした事件がありましたね。ね、にゃんって感じ、なんて言いやがってますね。まあでもそれは別にね悪くないと思いますけどね。何をネタにしちゃ、まあその文集法らしいんですけど、まあ確かにまあ嫁さんと子供いるっていうのはちょっと問題ですけどね、クビにする必要はあるかなっていうところではありますね、僕的には。ここは生かすべきなんじゃないかっていうね。別にゲイもホモも悪いことじゃないし、まあその大沼議員っていう人は掘られるのが好きだったみたいですね。まあそれはまあ奥さん的には傷つくよな、それは問題だよ、お前バカだお前。でもね、まあ、それはまあ性癖だからしょうがないですよ。まあそれはそれでもまあね家庭の問題で置いといて、まあその趣味の人いっぱいいるわけで、で人気もあったわけでしょ。別に迷惑ね、その党に迷惑はかけたかもしれないけど、どうなのっていうとこはちょっと言いたいですかね。公明党しっかりしてくれよっていう、まあもう
ここでお前こうなっちゃうと与党のその与党の意義があるのかっていうところでありますよね、うん、俺はここはねパンクロック的に言うと、うん、革命してほしいですね、うん、ちょっといただけないですね今回の対応は、うん、そんなとこですかね。まあ、まあ梅雨の時期もねもうすぐ終わるんでね、許してやってくださいよ、うん、まあ、ちょっとレモンサワーでもさ飲みつつ勘弁してやってよ。まあ季節柄さ日本には四季ってのがあるから致し方ねえんだわ俺、うん、まあ、梅雨はちょっとね。何ですかにゃんちゃん、にゃんたくん、もうご飯いっぱい食べたんだけどね。にゃんたくん、なんか俺を見るともうすぐご飯欲しがるみたいでってことー。